ちょ両手取りをください。はい、ちょっとパッと振ってこう、ね、これをバー、これを合わせていきます。今度はね、縦にそのまま、はい、両手でこれをピタッとここ合わせる。上手で相手の下手を押さえてますから、でこのままだとね、あのいずれ相手はもう何か反撃をしてきますから、顎をシャーッ、ここでこう合わせてあげます。で腰が浮いてきますから、でこれで離すと落ちます。大事なことはかけ手で取って相手の肩を縦に詰めます。今これ縦、これを縦にまた絡めていきます。小指側が今下になってるでしょ、で親指が上になってる、これをこう絡めると、相手の肩をつきながらこう絡めると相手の体にものすごい大きな力がかかるけど、この剣をこうすると弱い、わかりますか、見て横で絡めてみる、そうでなくて縦で絡めてください。大事なことは縦に絡める、縦に絡めるから、今ここ歯が相手の峰に刃筋が立って絡んでるんです。この状態でいけばパッこういうふうに相手は絡んで、自縄自縛に落ちる。縦うまくできるかな、でそう、うん、止めて下からもういいじゃない、いけてますよ、いいですよ、いいですよ、できるだけここ掴まないでください。小指を引っ掛けるぐらい、小指を引っ掛けて、引っ掛けたこれも相手の手は刀です、腕は刀です、刀をペッと立てるんです、パッと立てるんです。このぐらいのこと、このぐらいのことにぐーっと上げへんでしょ、そのぐらいの感覚でパッと立ててください。この柔らかい感じで相手をパッとこう詰めていく。でこの時も同じで、皆さんグッと掴みながらやってるけど、このぐらいで構わない、引っ掛けてるだけ、親指でここをグッと掴むと落ちるんです。ちょっと持ち替えて、ここに入り、下から下からすり上げです。すり上げて、そうです、そうです、そうです、